超然とした手段をもって罹患の術僧のさらなる上へと立ち、人々のために邪を払い災いを鎮める。殉死の術である以上、君が生きる意志を再び蘇らせたら、必ず自分の得意性を失い平凡に戻ってしまう。得意性と言えるほどのものではない。術という名を得られないだけで、人は自身の童貞に成虫を加えずに済むのだろうか。まあお前の言う通り、生きようとすれば生きる意味を失ってしまう。自分のことをそこまで下に見る必要はない。素直に言えば、君の求める空無は私から見たらほぼ不可能だ。今でも君は障害をすべて排除したと考えているのだろう。しかそんな人生を送ってきたのだ。到底忘れられることはない。それでも今この時、私にできるのはこうして別れを告げることだけだ。他に望みはない。君にとって死を許されることは、生きることを強いられるよりは優しく親しみがあるのだろう。はじめはドニグルだけが理解してくれると思っていた。だがあの時お前が口にしたことを私は忘れていない。邪を払い災いを鎮めるだけでは根本的な部分に触れることはできない。お前や私たちが今まで生きてきたのは、必ず一切を滅ぼす存在を待つため、そしてその暁には七つの手段によってかすかな光を奴の手から奪えるかどうかを知ることになる。私が思うに、お前はもともと私が市場で死ぬことを許容するはずがなかった。そうかもしれない。君も私もしでかしたことなど数えきれないほどある。それを補えるのなら人々は代償を惜しまない。しかし琥珀街で起きた騒動がそうであったように、術の中でも君は唯一の新たな道を見出せる存在だ。だからこそ君の死の史上を含んでいる部分や私を測った部分も、ただそれだけではないのだろうと考えている。やはり気づいていたのか。そうだな。詠嘆となり続けているのは確かに君の亡骸で間違いない。しかしそれは源のない水ではない。君はそれの根源をドニグルに与えた。だからこそドニグルは君と共に死ぬことはない。逆に老朽ではほぼ永遠の存在に等しい。制限をかけなければドニグルもいつかは詠嘆を思うがまま自在に駆使できるようになる。そうだとしてもそれが何になる。罹患の術僧でありながら気迫が全くない。いつしか手強い敵が現れた時にはあいつは簡単に破れすぐさま死ぬだろう。しかしそれだけの話ではないのだろう。勘違いしないでほしい。あれは認めようとしていないが、
いずれドニグルは私の願いを果たすためにバカなことをしでかすだろう。だから私は答えなくてはならない。むしろそれこそが私の唯一の目的だと理解した方がいいかもしれない。お前がこの世界に施した数々の仕掛けもついでに過ぎない。実に興味深い。老朽の存続のため君は死に英単を作り出す必要がある。しかしいずれ迎える時のために君は生き続ける必要がある。両者は確かに矛盾していない。だが本当にそれほどの自信があるのか。強いて言うならそれはお前がここを訪れたことを喜んでいる理由でもある。別れを告げる以外に人の中の神と賭けをすることができる。見るがいい。当時の私がドニグルを作り出したようにあいつに十分長い時間を与えれば私とあいつが互いのことを知り尽くしている以上いつかは私はあいつの恐怖として世に再臨する。これって師匠は今の話を教えてくれなかった。つまりもしかして死ぬ時リトストはとっくに影の怪物の影の怪物になることを覚悟してたの？そうすることで死んで生き返れるの？おかしな話を理解するときだけは飲み込みが早い。でもリトストはどうしてそんなに自信があるの？もしかして彼らがお互いのことをずっと恐れながらも相手のそばにいたから？はっきりとは言い切れないと思う。相手の死を恐れることが相手を恐れることになるのかな。とにかくドニグルは一体何のためにこうしたの？エイタンの力を解き放つために自分のやり方でリトストの死をクームに導こうとしたのかな。そんなことは重要じゃない。もともとエイタンにそれほどのつながりがあったならすごく大事なことを誤解してない。英単を解き放つには自分に施された制限を解除しなくちゃいけない。つまり釘を抜くってことだよね。そうなるとあなたたちを英単に連れてきたのは十分に安全な行為と言える。何しろ夢追い人はリトストの加護を確実に受けているから。いや待って、時間がない。後で説明する。時間を結構無駄にしちゃったし、もしかしたら、各早くうちらを連れ出して。